皆さんこんにちは、今日は5月の10日の、16時何分だろう、まあ、16時からですね、マスカットベリーエのジベ1回目、100ppm のジベレリン、300倍のアグレプ、あ、違う、BA 液、BA は着流安定、ジベは無種子化、あと化成の、新調ということで、やっております。これは親戚処理して、先ほどして濡れてますね。入れ子を少し入れてるんですが、なんかやっぱり濡れが、さっきのはなんかつけてないんかな、どうなんだろう。あ、でもつけとんか、つけてるわ、濡れとるわ。ですね、果敢の大きさが今日午前動画でも撮らせてもらったんですが、22ミリ果敢というのはですね、このつぼみのキャップのところになりまして、この一粒の、あ、なんか花が咲くかな、いや、また咲かんか。一粒がですね、22ミリでしたので、死亡咲きは20から22ミリで適期と。で、葉っぱの枚数が12から13ミリ。ちょっと前の、去年の動画で、ベリーエ満開14日前ということで撮らせてもらってますが、あそこに、基準を乗っけております。普通咲きだと、26から28ミリで、ございます。ですね、8時間は適室で、要は乾かないようにですね、しないと効かない、効きが悪いんで、散水してから、やりました。ホースでかけてですね、今濡れている感じです。お父さん、帽子かぶって、コント、帽子かぶて、すいません。今3人でやってます。ちょっと貸して。はい、あ、うん、いや、ちょっと撮影しとんや、うん、知ってるけど、いや、撮影しよりけん、ちょっと、いや、せっかくしとんの、まあ、上は。天陽が何枚かな。葉っぱがでかいんですよね。これちょっと去年と比較しないとダメ、わからないですけど、葉っぱがめちゃめちゃでかい。これ超葉っぱがでかい。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚、天陽今11枚ですね。まあそうですね。加水はこれね、何段、今年は5段15社でやってます。123、違う、34567891011121314151617 16社
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、これ17社ですね。なんで15社前後で作っております。ですね、380〜450g のベリーエを目標にしてます。切るんとこ、花の先を切る、細かったら、うん、あ、切らんでもいいや。じゃあそのままそれだけでもいいよ。1、2、3秒、うーん、3秒とかっていうか、2回、いや、そういう感じじゃない。それはさっきは車数入れただけやけど、こうやって入れてちょっと揺すったらこの花を、うん、うん、オッケー。8時間乾かんかったら効くけん。やったね。うん。そのために水をまいとんよ。で、湿度を上げとる。今。液の中で揺すっとって。いや、ピオネはダメ。したらダメ。ピオネ。それは社員やけど、したらダメ。ダメ。ダメ。時期が違うけん。え、ベリーエだけする。ベリーエどこにあるの？このままわーっといって、水で洗わなくていい。まあ一個ぐらいはしょうがないわね。とか動画撮影しないけど前から。はい、ということで、ジベルリンの、ベリーエの1回目を5月10日に、しました。あー、してます。はい、ありがとうございました。